ニコニコ生放送をご覧の皆様こんにちは。今日からいよいよスタートいたしましたニコニコ超会議3、今日、ご覧ください。この会場、目の前はコスプレ会場になっております。その目の前でこの私も、公明党、なんと今回このニコニコ超会議3で、初めて、ブースを設けさせていただいたところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。今この公明党ブース、公明党国会議員若手4名が、馳せ参じているところでございます。私、公明党青年委員会の委員長を仰っております。参議院議員の石川博隆です。どうぞよろしくお願いします。自己紹介どうぞ。公明党青年局次長の参議院議員の杉下武です。どうぞよろしくお願いします。同じく青年局次長、そして学生局を務めています参議院議員の佐々木さゆかです。よろしくお願いします。参議院議員の川野義弘です。青年局次長、学生局次長をやらせていただいてます。よろしくお願いします。今日はニコニコ超会議ということで、スタートいたしましたけれども、まず私たちの方でこの今日の、公明党ブースを紹介させていただきたいというふうに、思っております。早速ですけれども、皆さん、この公明党ブースで一番目立つ場所に、このように、います、のが災害レスキューロボット T53 遠流、どうもご苦労様です。 T53 遠流を今日は紹介をさせていただいております。今日はこの T53 遠流開発制作に当たっていただいております、北九州市の、テムザクさんにも、お越しいただいておりまして、後ほどこの、災害レスキューロボット T53 遠流についても、ご説明をいただきたいというふうに思います。どうぞテムザク、久米部長お越しください。この遠流ですけれども、まず特徴を簡単にご説明いただけますか。ですね、片腕が、7軸、人間の関節でいうと7つの関節があります。で、2つの腕がありますから全部で14の関節を持ったロボットで、遠隔操作が可能ですから100メーター離れたところからこのロボットを動かすことができます。なので、この間の、原発災害だとか人がまだ入っては危ないような時に人が入らずともこのロボットが入っていっていろんな作業をすることが可能になっています。はい、何キロぐらいまでこれアームで持ち上げることできるんですかね。片腕で100キロ、片腕で100キロ、両腕で200キロ、200キロまで持ち上げることができると、はい、あれですよ、これは、今回小型化に成功したと伺ってますけれども、ね、はい、この、前の機種 T50 にもあって、それはもっと重いものを持ち上げられるんですね。そうですね、当時は世界最大のロボットって言われた T52 ってのがあるんですけども、それは片腕500キロ、両腕で1トンなので、軽自動車ぐらいはこう持ち上げちゃうロボットです。ちなみにこの遠流という名前はあれですか、もしかしてこの形からして恐竜ジャーを意識して名前をつけたんですか。そうですね、多分当時、うちの社長のがですね、なんか恐竜の映画見てて多分思いついたんじゃないかと思います。なるほど、ね、子供たち大人気、もう終わっちゃいましたけど ね、恐竜じゃ、はい、うちの息子も大好きなんですけれども、そこから撮ったのかなということをちょっと思いました。はい、しかもあれですよね、この T53 遠流一般道も走ることできるんですよね。一応ナンバープレートを取得してますから、後ろの方にあるんですけど、後ろにはついてるんですね。はい、ナンバープレートが一応ちょっとした距離であれば、はい、違法なく走ることはできます。ちゃんとランプもついてますし、そうですね、横に曲がる時のウインカーもついているという、はい、一般道を走る機能はちゃんと揃えて、ね、はい、準備しているということですね。はい、いざ災害が起こった時に、瓦礫などで閉じ込められてもこの T53 遠流が、皆様の命を守るために、活躍していただくということで、すで、ね、はい、にあれですよね、地域によっては消防署で採用されて、試験採、これ自体は試験採用を北九州消防署の方にされたんですけども、はい、はいね、今後全国的にも活躍することをぜひ期待したいと思います。はいはい、どうも今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、こっちにもロボットがあります。かわいいですね。これはティッシュを配ってくれるティッシュ配りロボットです。ちょっと菅野さん、ぜひ実際に撮ってみてください。どうですか。これは実際にこうやってティッシュを取り出して渡してくれるんです。杉さんもどうぞ取ってください。
どうですか、ティッシュを取った感想はどうですか。非常に滑らかな動きでした。このティッシュ配りロボットさんは、日頃どこで活躍してるのかちょっと分かんないんですけど、まあ、将来的には、ね、公明党の街頭演説にももしかしたら登場をしてくれるかもしれません。このティッシュなんですけど、ちなみにこれはどんなティッシュなんでしょうか。はい、今回の、ニコニコ町会議3に合わせて公明党の特別のティッシュを作らせていただいておりますので、今会場で配っております。今日限定なんですよね。はい、今日限定のティッシュになりますので、ぜひ会場に取りに来てください。よろしくお願いします。はい、それではここに皆様から、政策の若者の皆さんからたくさんの政策のご要望をいただいておりますので、いくつか紹介させていただきたいと思います。じゃん。税金の無駄遣いしないで有効な使い道をしてほしい。頑張ります。その次、老後の心配をなくしてほしい。我々青年世代が頑張ります。暗いニュースが増えずに明るい話がたくさん溢れる日本になってほしい。はい、そうですね、明るいニュースをたくさん、皆さんに報告できるように頑張ってまいりたい。青年議員、力を合わせて頑張ってまいりたいと思います。いきなり振ってすいません、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。他にもいろいろコメントをいただいておりますが、頑張っていきます。今日はですね、ここ公明党ブースにおきまして、このようにニコニコマニフェストを政策集を作成中でございます。このニコニコ町会議3にお越しの会場の皆様に直接書き込んでいただいて、今日明日と私ども公明党としてニコニコ政策集を作り上げてまいりたいと思います。お越しの皆様、どうぞご自由に書き留めていただければと思います。よろしくお願いします。はい、それでは続きまして、私ども公明党のブースの中で、今日限定販売をしております、グッズを、売っておりますので、ご紹介をさせていただきたいと思います。はい、こっちに、あ、ちょっとすごいキーキー言っちゃってますね。大丈夫でしょうか。今日は物販コーナーとして公明党の限定グッズを販売をしています。アルミホイッスル、これは何に使うんでしょうか、石川さん。これご覧ください。公明党のマークが入ったホイッスルで、いざ災害時に実は備品備蓄しておく、ご家庭で災害用の、袋をご用意いただいていると思いますが、実は災害時に一番必要なもの、食料とか水とかそういったことを思いになる方多いかと思うんですけれども、実はこのホイッスルを常備しておくことが実は一番重要というふうに言われております。この災害時に助けを求める、自分は生きているんだということをその場で、きちんと発信をできる、その、ホイッスル、今回このニコニコ町会議限定で、公明党政策をさせていただきまして、1個100円ですけれども、こちらで販売させていただいております。私さっき購入しましたので、ちょっと試してみたいと思います。もう一回いきます。はい、これで川野さんまだ生きているということが実証できました。という形で、ぜひですね、ご家庭で、災害用のさまざまな防災グッズ、お揃えのご家庭多いと思いますけれども、笛お忘れなきを今日、こちらお越しいただいて、公明党の、このホイッスルをご購入いただきたいと思います。それから今日はあと何を。はい、あとはですね、この幸梅というこのキャンディーを今販売しております。公明党の幸のマークが真ん中に入っておりますので、今川野さんが試食をされるということですので、これも私も先ほど購入しましたので早速いただいてみたいと思います。梅の味です。梅の味でした。あと、このニコニコ提灯っていうのは何なんですか。公明党のマークが
入っていますね。はい、あの公明党の党を明かりにしてみました今回、なるほど、はい、そういうことですね。公明党の明かり、日本を照らし、そして世界を照らす、公明党でございます、はい、皆さん公明党のマークご存知ですかね。太陽のマークですけれども、この公明党、世界中また全国各地、地域で、我々公明党の地方議員と国会議員が力を合わせて、さまざまな課題解決のために、国民の皆様、市民の皆様方のお声をいただきながら全力で働かせていただいております。今日はニコニコ町会議の、キャラクターであります、テレビくんを真ん中につけた公明党ですけども、この横にテレビくん映ってますね。今日我々このように頭に、かぶっていますけれども、実は今回無理やり、公明党の太陽マークを周りに、つけちゃいました、やっていいのかどうか、著作権の問題で引っかかるのか引っかからないのかよく分かりませんが、公明党と、テレビくん、ニコニコ生放送とですね、タイアップして、公明党政策を今日明日と、全力で、訴えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さらに今日はですね、この後、公明新聞、私ども公明党の機関紙でありますけれども、この公明新聞の、特別版、号外が発刊される予定となっております。ぜひお越しいただいた方にしかお配りすることできませんけれども、この公明新聞の号外も、ご覧いただきたいというふうに思います。次にじゃあ番組の紹介を。そうですね、今日と明日この公明党ブースではもう本当にイベント盛りだくさん、させていただく予定でございます。今いろいろとこのブースの中の紹介をさせていただきましたけれども、今日もですね、また明日も、ここにステージのスケジュールがご覧いただく、ごめんなさいね、すみません、ニコニコ制作集ぜひおかけください。早速ご来場いただいて、このようにニコニコ制作集に、書き込んでいただいている方いらっしゃいます、ありがとうございます。これはもう今日明日と連続してやっておりますけれども、今日、実は26日さまざまな、イベントをさせていただきます。山口代表もですね、この後、はい、この町会議に、駆けつけまして、さまざまなイベントに参加する予定なんですけれども、ね、山口代表なんとですね、今進撃の巨人ご存知ですか皆さん。進撃の巨人を、一生懸命読んでいると聞いておりますけれども、このニコニコ町会議には進撃の巨人のブースもありますけれども、後で山口夏夫代表が進撃の巨人のブースにも行く予定になっておりますし、またこのニコニコ町会議ではニコニコ住民票が発行されていますけれども、このニコニコ住民票の発行コーナーにも山口夏夫代表が行かせていただいて、住民票を受け取るという予定でございます。さらに、杉さんどうぞ。はい、今日2時からスペシャル対談ということで、山口代表と今有名な教育評論家の小木ママと、なんとこの30分ここで対談をさせていただきますので、小木ママが後でこの公明党ブースに来て、はい、山口夏夫代表と何を討論するんですかね。何をするんですかね、これは。やっぱり教育問題、いじめとかね、さまざまな課題が山積してます。小木ママと山口夏夫代表の、直接激論、はい、スペシャルトーク番組が、今日の2時から行われます。さらに、今日は、はい、じゃあ公明ブースではないんですけれども、どうぞ。3時からは公明ブースではありませんが、各政党の党首が集まって、我らが山口夏夫代表も含めて、安倍総裁も含めて各党の党首が集いまして、党首討論を行います。ぜひ皆さんこちらもご覧ください。はい、その後4時半からは、ここにありますが若者トークラウンジ in 町会議ということで、青年議員石川青年委員長を開き、大作青年局次長も後で駆けつけます。そして私佐々木さやかと若者政策について語り合います。若者政策、公明党はですね、若者を応援しています。携帯のナンバーポータビリティとか、
いろいろな政策をこれまでも実現をしてきました。熱く語り合いたいと思いますのでどうぞご覧ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はこのようにですね、公明党ブース、山口那津男と小木ママの対談、それから、若者トークラウンジ委員長会議ということで、公明党取り組んでおります、様々なあのブラック企業対策、あるいはあの青年の雇用に関する、対策、さらには学生の皆さんの奨学金に関わる問題、等々あの青年政策様々取り組んでおりますけれども、そうしたこともこの若者トークラウンジで、激論交わさせていただく予定でございますので、後でどうぞあのニコニコ生放送ご覧の皆様も、ネットを通じて、ご覧いただくことができますのでどうぞご覧ください。明日もですね、盛りだくさんのイベントがありまして、なんと、今回公明鉄道部が、結成されることになりました。イエーイ公明鉄道部では我らが斉藤鉄夫幹事長代行、名前もてっちゃんでございますが斉藤鉄夫、そして我らが青年局からは新妻秀樹青年局次長、そして隠れたてっちゃんこと荒木清博政調副会長が参加をしまして、てっちゃん三人衆に揃い踏みによります熱い鉄道談義を行ってまいります。それから明日の午後3時からは、ブラック企業対策について徹底的に討論をさせていただきます。世の中で若者を使い捨てにする、このような企業を断固許しておいてはいけないということで、今自公連立政権でも、全力を挙げて取り組ませていただいておりますけれども、このブラック企業対策について、本も出版されております、NPO 法人ポッセの代表であります、今野、春樹さんにお越しいただきまして、党の青年議員と、対談をさせていただく予定になっております。そして最後には、今日明日と、お越しいただいた皆様方に書き込んでいただいたニコニコ政策集も、最後発表させていただきますので、どうぞ、お楽しみに、お待ちいただければと思います。2日間あの元気に取り組んでまいりたいと思いますが、佐々木さやかさん、あの決意のほど一言。はい、すごく楽しいブースになってますので、頑張って盛り上げていきます。よろしくお願いします。佐々木さん、はい、私も短時間ですが元気いっぱい盛り上げます。皆さん来てください。元気に楽しくやってまいりたいと思いますので、ぜひあのブースにお立ち寄りください。今日はですね、ちょっとあのこういう国会議員の姿ってなかなかあまり見ることができ、我々もちょっとあの恥ずかしい思いも若干感じながらあのしておりますけれども、あの周りご覧いただいて分かります通り、あのあんまりですね、あの背広でいると逆に違和感のあるあの会場でございまして、私たちなりに、少しこの会場に馴染もうという努力をあの感じていただければというふうに、思います。まあ、いずれにしましても私ども公明党、今年、結党50周年の節目を迎えます。今回初めてこのニコニコ、町会議にも参加させていただいておりますけれども、若者の皆さんと一緒になってですね、日本の未来を築いていきたい、その熱い、情熱を一人でも多くの、若者の方々に感じていただきたいと思いますので、今日明日、ぜひあの楽しみに、していただきたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。